それでは900グローバルのドリームを投球します。それでは900グローバルのドリームを投球したコメントをいたします。7月より ABS ブランドに新たに仲間入りした900グローバル、その第1弾がこのドリームです。カバーストックもコアも新たに開発し、カバーストックはパール系で手前のスキットが軽く、バックエンドでも良い反応を見せてくれています。コアも非常に転がり感が強く、カバーストックの組み合わせで徐々にパフォーマンスが出てくる非常に扱いやすいボールに感じております。新生900グローバル、非常に注目のボールだと思います。ぜひ皆様もドリームをお試しください。